どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。フォースオブネイチャー2の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、洞窟の下層に行ったんですけども、溶岩エリアでしたね。で、小さい穴に溶岩が溜まっていて、そこに、コールドクリスタルを使うことによってオブシディアンが取れるという感じだったんですけども、録画外でですね、少しオブシディアンを集めておこうと思って、前回ポータルを作ったのでもう一度、溶岩エリアに行ったんですけども、そしたら小さい穴にまた溶岩が溜まっていて、でそこにまたコールドクリスタルを使うことによってまた取れるという状態だったので、時間が経つと、同じ場所で何度も取れるという感じでしたね。で、録画外で、今26個。で、この辺のアックスとか、ピックアックスとかはもう作ったので、あとは防具とかですね、盾とか、と弓矢とか、なんですけども、前回僕勘違いをしていて、オブシディアン装備ですね。ついてる能力はコールドプロテクションになるので、あのエリアはヒートプロテクションが必要なんですよね。溶岩なので。なので、これを作ったとしても、あそこでは切れない、ですかね。それか、ヒートプロテクションのアミュレット、装備すれば、オブシディアンでいけるのかどうかですね。まあ、だったらこっちでいいかなっていう感じもするんですけど、とりあえずでも作っておこうかなと思います。オブシディアン装備が2種類あって、防御力が高いのはこっちの方ですね。こっちですかね。オブシディアンヘルメット。じゃあ1番ですね。コールドプロテクション。次が、オブシディアンアーマー。でもこっちかな。コールドプロテクションだけを考えるとこっちの方が高いですけどね。でもこっちかな。オブシディアンアーマー。よし。で、オブシディアンパンツ。これ、77。そっか、でもマジックレジスタンスがついてるんで、魔法耐性のアミュレットがいらなくなるのかな、オブシディアンだと。
で、その代わり他のアミュレットつけれるんで、どうしよう。オブシディアンブーツ、ランスピードプラス 10%。 あ、これはこっちですね。で、オブシディアングローブ、こういうのは同じ。全体的にコールドプロテクションのことだけ考えるとこっちの方が高いんだ。よし。おお。これは強そうだ。で、縦。大きい方がブロックチャンス 25%。で、アーマーが70。で、ちっちゃい方が、ブロックチャンス同じ？同じで、アーマーが、こっちは50。で、ダメージプラス2。でもやっぱこっちですよね。プラン15。オブシディアン棒。で、矢を作るには、蓋かないといけないですね。15。で、枝もしくは竹と羽。一応これですね、ヒートプロテクション、多分これだけど防げないと思うんですけどね、銃だけだと。
確かね、同じやつ 2個は装備できなかったと思うんですよね。ちょっと一応作ってみようか。これで、あ、やっぱダメだ。同じもの2個は装備できないんだ。多分これ防げないだよな。それで、オブシディアンアロー、それじゃあ100発じゃあこれで行ってみましょう。これを装置して、お、あ、いや無理だ。無理だな。そして肝心なものを忘れた。やっぱ防げないんで、だったらやっぱ2番ですね。今3番で、コールドクリスタル10個ぐらい。待って、もう一回ちょっと戻ります。テレポートの素材。
ここを壊してもいいんですけどね。3でいいのか。土が5。で、石が10。よし。じゃあ右かな。で、多分また復活してると思うんですよね。うん。あれ待って。あ、びっくりした。あ、この炎であれか。なんか待って、ちょっと強そうなのがいる。あよ、せっかく作ったんで、あ、かっこいい。おお。超遠距離で。あ、ちょっと。まずあっという間になくなるな。あ、階段。
きつ。関係ない。いやー強いなこいつ。サソリ。敵強い。あ、ちょっとやばい。ささ、うえ、え、よし。ポーション必要かな。でも食事も優秀なんですよね。あー、これはきつい。左上。
ああ、ちょっとやばい。強い。いや、きついなぁ。ぐるっと一周するわ、これ。できないですよ。あ、いる。強いって。
これしかないか。スタミナ回復。ちょっと。痛い。ああ、攻撃が。待て、これ引こう。先にこいつ。まだ聞こえる。強いよ、ちょっと。まだか。ご飯が。ちょっとこの辺かな、この辺にポータル作って。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。